こんにちは、速稼塾のコブです。吉田さんがね、人生の最後に300万円の言葉が売れるような人間になりたいということで目指してらっしゃる。いや、確かにね、人生が終わるときに何かね、商売を仕掛けて、それで100万、200万すら売れない人間の総決算っていうのはちょっと痛いけないなという気はしましてきたね。それを目指していればですけどもね、全ての方にこの価値観を押し付けるつもりはないんですが、ただやっぱりね、長い人生生きてきて、100万円売れないっていうのは一体何をやってきたのかなと私だったら思ってしまいますね。それと同じように、別に70、80まで人生を待つ必要はないんですよ。今日この時点で今までの人類の総決算をするとしたら、自分はいくらという評価を世の中から受けるのかなと考えてみたときに、商売っていうのは最もシンプルなバロメーターになるんじゃないかなと思いましてね。例えば集客に関しても、集まれって言ってね、何人集まるかなというところですよ。これはどんな状態の人も同じことが言えます。南の帝王じゃなくて、何でしたかね、映画であったんですけども、最後自分の人生がね、苦しくなった時に、その方はね、その20代くらいのおしゃれな男の子 で携帯電話いっぱい持ってるんですよね。で、最後に、牛島君に金を払えって言われた時に、すぐに金を貸してくれる人を集めてみますとか言って電話かけるんだけども、誰も音沙汰なしで、こっちでは思いを込めてるけども、向こうではそんな関係じゃないよっていうふうに言われて、結局一件もですね、お金を貸してくれなかったみたいなラストシーンがあったと思いますけども、闇金牛島君ですよね。あれはね、あの青年を見て笑える人はあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。結局自分はどうなのか、人に何かお金の無心をしてですね、スッと払ってくれる人いるのかなと。お母さんぐらいじゃないですかね。で、貸してくれとかいう無心ではなくって、分かった、じゃあ代わりにこれをあげるからお金をくれっていうふうな、ね、いわゆる商売を仕掛けてきても、ほとんどの人はおそらく買ってくれないばかりか、その情報にすら、自分の発信にすら関心を示してくれないんじゃないかなと思うんですよ。で、ずっと人生生きてきて、20代でもいい、30代でもいい、おいみんな集まれ、これから話があるぞって時に振り向いてくれる人が何人いるかなというところとか、あとね、商品作ったから見てくれ、買ってくれって時にくださいっていう人が何人いるかなって考えたら、非常にですね、怖いものを感じると、そんな気がする人もいるんじゃないかなと思うんですよ。特にこの動画を見てる方は、お金の問題解決をしたいとか、ビジネスで成功したいと思っている方がいらっしゃると思いますけども、実際どうですかね。明日でもいい、これからすぐでもいい、3000円の商品を発表してみて、何人の人が手に取ってくれるか、ちょっと怖くないですか。例えはだいぶ違うんですけども、私が10代の頃っていうのはまだね、暴走族っていうのがいたんですよ。で、暴走族っていうのは前パーティーチケットとかね、売ってたんですよね。資金源として売れるんですよね、これがね。もちろん売り方っていうのはある意味脅しみたいなもんだと思いますけども、ただやっぱりね、売れているんですよね、なんかね。で、私のいた学校にもパーティー券が回ってきて、ちょっとグレた生徒がね、何人か買ったというか買わされたわけなんですけども、まあそれはね、一種、こういうふうな今でいう反社会勢力から回ってきたパーティー券を勧められる立場になったなと、買わないかって言われるような立場になったら、俺の突っ張りでも結構いけてるなというね、そういうおかしなね、誇りで、おいいよみたいな感じで2000円で買ったみたいな覚えがありますけどね。だからね、なんかこう声をかけられて嬉しいとかね、売ってもらってありがとう、買えないんだけども、でも勧めてくれて、なんか認められてんだなっていうのね、そんな承認欲求を満たされる場合はあるんですよ。で、逆にですね、販売者の人が1人いて、その人と仲良くしてる人が10人ぐらいいたとして、そのうちの10人のうちの1人だと思った時に、他の9人の人にはセールスが来たんだけども、自分だけにセールスが来なかったら、今度これはこれでね、よかったセールス来なくってって思うのか、それとも、なんだよ、話ぐらいしてくれればいいのにっていうふうに思うのかってことですよね。とかく人ってのは自分を都合のいい位置から見ますから、評価しますから、おそらく売り込まれた時は、畜生とか思うかもしれないですけども、逆にですね、
他の人に話がいったのに自分にだけ整列来なかったら、なんかちょっと見下されたような気がするんでしょうね、きっとね。まあ、そういう心理も使ってセールするときに、私はね、以前ブレインバスタープログラムっていうのを80万円で売ったのがね、2016年だったと思うんですけど、ブレインバスタープログラムっていうのは80万円するんですよ。で、まさに吉田さん、私の言葉を動画で喋ってるだけなんですよ。動画でこういう風な時にはどういう風に考えますかってことを延々と喋ってるだけなんですよ。それがね、80万なんですよね。で、これは一般セールスしてないんですよ。まあ、ブレインバスタープログラムっていうのを作りましたよっていう放送はしたんですけどね、いくらですよとか申し込みフォームっていうのは全くないんですよ。で、これの売り方っていうのは今だから話せるんですけども、私がね、その時はね、会いに行きました。いつもはね、私の事務所に来いって言うんですけども、その時はセールスの話があるから行っていいかって感じで何人かピックアップしたんですよ。その時は6人ピックアップしたんですね。6人ピックアップして、で、電話連絡をしてね、メールの後に電話連絡をして待ち合わせをして行ったんですよ。その時にブレインバスタープログラムって発表したの知ってるよね、あ、もちろん知ってます、売れてますって言った。売れてない、これから売る、君に売るあなたに売る、何々さんに売るっていうふうに話したんですよ。その時に反応は2種類ありました。マジっすか、そんなもん売ってもらえるような立場になったんですねっていうふうにして喜んで、とても一括じゃ無理なんで、今財布にあるお金これだけなんですよ、これを払うんで手付けで払います、あとこれから ATM に行ったら銀行の方にはこれこれありますと、あとはちょっと相談させてもらえませんかって形で即売れる人、これが5人だったんですよ。で、1人はですね、これ売れなかったですね。でも成約率結構高いと思います。6人中5人に80万の商品を売ったということです。その他の人には売ってませんけども、残りの1人の人にも結局ね、売れたんですよ。どうやって売ったかっていうと、今回ね、この話6人にしかしてないんだ。残りの5人はこういうふうにして払ってくれた、こういうふうにして払ってくれた、こういうふうにして払ってくれた。で、そのうちの1人は何々っていう名前の誰々だってお話したんですね。で、今度そのブレインバスタープログラムを買ってくれた人だけのシークレットオフ会をするんだと。だからそのお知らせだけはね、前回セールしたんで言っとくねと。ちょっとでもこれは誘ってあげられない、シークレットオフ会なんで6人中5人で来るんだよ。その時にもしね、もしこのシークレットオフ会込みでこのブレインバスタープログラム、いろんな払い方を説明した、今5人の例を話したけども、似たような形で払おうかな、買えるなと思ったら、それは今からでもセールスを受けることができるよというお話を最後にするわけですよ。このセールスを買わせる人は多分いないと思ったんで、その話したんですけどね、結局その人もね、その日のうちに買いましたね、入金がありましたね。確かね、20万円ぐらい頭金払ってもらって、残り60万円は分割です、今でも払ってます。で、払って、払いながらね、払い終わったらメールが来るんですよ。あの時ブレインバスタープログラムね、売ってくれてありがとうございました、その代わりもうこの6人以外に誰にも売らないでくださいということですね。だからもう二度とこのね、ブレインバスタープログラムの販売することはないでしょうね。ただいろんなことを言いましたけど、このブレインバスタープログラムは今思いついたんですけども、吉谷さんに習ってですね、私がね、死を予感した時にもう一回だけ言ってみようかと思います。価格はやっぱり80万で売ってみようかと思いますね。じゃあこの80万のプログラム6人に売ったのを一般セールスしたら、何の前触れもなくですよ、何の前触れもなくいきなりブレインバスタープログラム80万円ですっていうふうにこれから数十年後に売ったら、売れるのか売れないのか、ちょっとね、楽しみになってきましたね。いや、ということでね、高額商品を売る経験っていうのはなんか人生をワクワクさせますし、じゃあ買った人がね、捕まされたっていうふうに思うかどうかって言ったら、これはね、買った人次第なんですよ。例えばね、100均で100円の商品買えますよね。うわー、使えるわー、100円でよかったなーってものもあれば、なんだ、所詮100円だよってものもありますよね。だからね、高額だから価値がどうこうじゃなくて、安いから価値がどうこうじゃないんですよね。もっとその他に受け取り方っていうのもあるんでしょうね、きっとね。はい、いってらっしゃい。